今回は、マクワケやツイッターでも知ってる方はおられると思うんですけども、尼崎のガレージブランド、サルタハイクの鳥山さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。サルタハイクの鳥山です。よろしくお願いします。お願いします。今回あの話題になったあの、はい、ワイトステークっていうペグについて、はい、ちょっといろいろ教えていただきたいなと思うんですけども。そうですね、はい、まあ、ここにちょっと実物を持ってこさせてもらってるんですけど、はい、ワイトステーク、まあ、いろいろこう生地とか、うん、たき火さんとか、うん、あのソトピアさんとか、うん、ガレージブランドの生地をたくさん書いてらっしゃるソトピアさんであったりとか、うん、ファミリーキャンピックさんというところの生地とかにも取り上げていただいたりとか、うん、まあ、その日向セレクトさんでも取り扱いが始まったりとかっていうので、そうなんですね、結構皆さんにご好評いただいてるんですけど、まあちょっとまだワイトステークって何、うん、っていう方もいらっしゃると思います、ね、そうですよね、まだ出始めの、はい、ペグなんで。そうなんですよ。そうですよね。一般販売が始まって、ね、始まって1ヶ月ですか。1ヶ月、約1ヶ月ですね。はい、発売1ヶ月経って、うん、こうやってあの、はい、アイディアをチャンネルさんから、ね、ぜひお話をお伺いさせていただきたいという、はい、ありがたいお話をいただきました。いやいや、こちらこそ、はい、もう興味津々で、ちょっとすぐにメールさせてもらったんですけど。YouTuber さんから来たみたいな。もうね、もうぜひとも尼崎っていう共通点もあったんで、そうですね、本当に気になって気になって、はい、すぐメールさせてもらったら、はい、こういう機会を設けてくださって今日に至ります。はい、で、まあ、今日は西宮のあ、はい、テントスさんお借りして、はい、テントスさんをお借りして、はいはい、撮影させていただいてますので、はい、まあ、あのバイトステークってすごい初めてぐらいの形をしてるんですけど、これってすごい、はい、びっくりしたんですけど、このカーブといい、はい、ね、ここの角度といい、変わってるなって思ったんですけど、全部に意味があるんですよね。そうなんですよ、はい、まあ、本当は一番最初全部に意味を持たせるつもりはなかったんですよ。そうなんですね。本当は一番最初このカーブの部分だけ、うんうんうん、まあ、元々ペグってすごいまっすぐだったんですけど、まっすぐのペグってやっぱりその一方向に対して強いっていうものではなかったので、キャンプとかテントタープ張る際にガイドロープの方向に強ければいいんじゃないかっていうことがあって、そのガイドロープの方向に強いようにこう曲げようっていうのが一番最初の発想だったんですよ。そういうことですか。それも、まあ、すごいいろいろタイミングが重なって、まあ、いろんなことがあってこうカーブにしようになったんですけど。そうなんですね。それはこういろいろありすぎて、はい、いろんな理由がある。あ、いろんな、はい、例えばこのキャンプに行った時にペグ刺して、はい、強風が吹いて、はい、ペグ曲がっちゃいました、はい、ってなって、はい、ペグ曲がるんやったら曲げた方がいいんじゃないかっていうのも一つです。あー、なるほど、初めから、うん、そうなんですよ、はい、こう曲がって、それだともっと曲げといた方が強いんちゃうかっていうのも一つですし、これから今までキャンプの業界の中でまっすぐのペグしかなかったっていうのを変えたいっていうのもありましたし、っていうので、まあ、カーブ型を作らせていただいたっていうところ、あ、それプラス、はい、いや、どうせ作るんやったらいろんな機能を入れようってなって、わーってこう詰め込みまくってこの形になったんだよ。なるほど、はい、でもだんだん進化したバイトしてるってことですね。そうですね、初めから この部分は全然違いましたからね。あ、そうなんですね。ヘッドの部分は、もうこんな形になった。そうなんですね。もっとシンプルにこう曲がってるのがついててこっちにピヨって出るみたいな感じで、うん、まあ、それをこうギュッと突き抜いたりとか、まあ、ここのスライド機能を打つときにここまっすぐにしてもらったら、ここの地面に対してまっすぐにしてもらったらこういい角度になっていきますよっていう機能とかをつけさせていただいたっていう、で最終的にこの形になってます。すごい、でも綺麗なカーブやし、
タッキングもね、結構そうなんですよ、収まりもいいんですよね、平たくなります、締め上げれるし、そうなんですよ、こうペグでは考えられないことじゃないですか、積み上げるっていうのは。そうですね、単純ペグではなかったですね。そうですね、多分他のアルミ製のペグとかジュラルミン製のペグとかだと、このフラットなタイプ、こう板状のペグで積み重ねられるっていうのはあったんですけど、そうですよね、単純ペグではやっぱりなかったんですよ。そうですね、すごい。でやっぱり特徴としては短くても強いっていう部分があって、229ミリしかなくて、まあそのペグとしては20センチクラス、そのソロキャンプとかちっちゃいテント立てる時に使うような短いペグなんですけど、抵抗力は280ミリ相当あるので、結構強いってことですね。じゃあ短くても強く打ち込む。そうなんですよ。なんでコンパクトに、単造ペグだけどコンパクトに持っていけて、でしかも今までの単造ペグと同じぐらいの信頼性があるっていうところを売りにさせていただいて、そういうこのペグを作ろうって思ったきっかけってあります？いろんなタイミングがあったんですよね。それもまずそもそもペグ自体がまっすぐのペグしかなかったから、それを変えたいっていうのが一つ、でペグ曲がるになったら曲げた方が強いんじゃないっていうことで、のが二つ目で、まあ三つ目がそうしたらいいんじゃないかなと思った時に、まあ、うちの兄が大病を患って、その障害が残ってしまうっていうところがあって、その障害がきっかけになって、やっぱその就職ができなくなったんですね。じゃあもう自分らで働き口作ったらええんちゃうみたいな。そのタイミングがいろいろ重なってて、まあ自分の年齢もありましたし、あ、はい、その今までこう製造会社とか工場で働いたりとか、そういう工業系の経験もあったんで、そういうのがいろいろ重なってこれになったんです。これが出来上がったんですね。はい、なるほど、すごい。でもあの幕開けでもちょっと見させてもらったんですけど、はい、結構400% ぐらいの、そうですね、ありがたいことに、ね、はい、200人以上の方にご支援いただきまして、そうですよね、資金もまあ150万スタートとしてはプチバズりぐらいはいったんじゃないかな。そうですよね、すごい。結構ツイッターでもバイトステーク来たみたいな、あのツイートも何個か見かけました。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当。ね、あとこの今日着てはる T シャツかわいいなと思ったんですけど、これもね、そうなんですよ、これもあのピン、あの刺繍、尼崎で刺繍屋さんやってはるところにお願いさせてもらって、で刺繍をこう、うちのカエルも入れてもらう、うん、あ、サルタハイクのそのそうキャラクター的な、そうなんです、サルタハイクのカエル君です。あ、カエル君ですか。めっちゃ可愛いなと思って。こちらも販売してるんですよね。こちらも一応販売はさせていただいてます。どちらで販売してるの？これはあのサルタハイクの公式のベースショップっていうのがあるんですけど、はい、ベースっていうところでショップを開かせていただいてるんですけど、そちらはもうシャツばっかり販売させていただいてて、こういうこの刺繍シャツとかビッグロゴの T シャツとかを販売させていただいて、そうなんですよ、あんまり宣伝はしないですけど。私もいや、これカエル君見たことあんな思って、初めて知りました。 Twitter とか Facebook とかのアイコンにもさせていただいて、なるほど。で、バイトステークの販売はセレクトショップのみですか？まあ、もちろん今回撮影させていただいているテントさんにも販売させていただいているんですけど、はい、各セレクトショップさん、はい、いろんなところどんどん広がっていっている状態で、今セレクトショップさんが出している楽天とかヤフーショップとかでも販売してますので、通販でも全然1本から購入していただくことは可能です。じゃあぜひ皆さん使ってみてほしいです。私もね、はい、購入させてもらったんですよ。ありがとうございます。まだちょっと使えてないんですけど、はい、次のキャンプでぜひちょっと使い心地を体感してみたいと思います。楽しみです。といっても今日はもう僕もいろいろ用意させていただいてますので、ぜひこの後、はい、やってみてください。やってみます。ハンバーグも用意してますので。あ、はい。
まっすぐにしてもらって打ってもらったらいい角度で入っていくんです。はい、あでも思ったより軽く入っていく。なんか太いから重いんかな思ったけど、そんなことないんですよ。ね、びっくりしました。そんなもんですね。はい、はい、クレーンスケールを用意させていただきました。クレーンスケールです。それですね。300キロまで剥がれるやつ。引っ張ったら、その、どのぐらいの力で引っ張ってるかっていうのが当ててますので、ニュートンになってますけど、だいたい10分の1やと思ってもらったらいいです。あ、はい。いきます。で、普通のペグやと、はい、こう動くんですよ。ちょっとね、はい、こうグイグイしてもらうと、あ、はい、ギュッギュッって動くんですけど、うんうん、バイトステークは動かないんですよ。ちょっとだいたい同じぐらいの力で引っ張ってもらうっていう感じですけど、はい、結構思いっきり引っ張りました。結構思いっきり。じゃあこっちも結構思いっきり引っ張ってください。はい、いきます。あ、全然動かへん。いや、さっきより強い力でやってるけど、ほとんど動かない。いや、ほんまに動かないですよ。すごい、すごい。いくともせえんねんけど。もう他になんかこれから作りたいものとか。まあそうですね、やっぱりね、こうガレージブランドをやらせてもらってるんで、どんどん新しい商品を作っていきたい、うん、まあサルタハイク自体がデザインでキャンプを変えるっていうのを合言葉にさせてもらってるんで、今まで皆さんが見たことないような、うんうん、あ、こういう発想があったんだっていうのをどんどん出していきたい。なるほど。で今回第1弾として、こう今まで全然変わらなかったペグの形を変えようって言って、アーク型っていうこの字のペグを出して出させてもらったんですけど、そのこの字のペグもやっぱり自分が工業系でずっと生きてきた工場をやったりとか、まあその設計もちょっと触らせてもらったりとかっていう部分があってやらせていただいたんですけど、こう僕の中でこういう風に変わっていけばいいなっていうところがたくさんあるんで、テントもそうですし、タープももちろんそうですし、で今回作らせていただいたバイトステークの延長版であったりとか、また全然違うソロ用のペグであったりとかっていうのも一応構想には入れさせていただいてますので、そういうのをどん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 世に出していきたいなっていうのは考えています。なるほど。構想自体は今のところはだいたい第5弾ぐらいまでは。おお、どれが一番最初になるかわからないですけど、まずはバイトステーク使っていただいている方に対して延長版を出せればいいなと思ってます。なるほど。今 229mm で20センチクラスなんで、はい、30センチクラスのものを作らせてもらえると思って、ちょっといろんな障害があるんですけど、あ、まあ、それを乗り越えて、それを乗り越えて次の商品で、そうですね、次頑張ってください。同じ尼崎市民として応援させていただきますので、ちょっと本当いろんな方からこう頑張ってやみたいなことを言っていただけるんで、はい、頑張っていろんなものを開発していきたいなって感じですね。でも実際ものにしていく楽しみっていうのはやっぱりすごいあると思うんで。ありますね。あと、会社名というかガレージブランド名になってるサルタハイクっていうのは何か理由があってそう名前つけたんですかね。そうですね、まあ覚えてもらいやすくて、しかも誰も使ってない名前っていうのを探すのがすごい難しかったんですけど、せっかくキャンプのガレージブランドなんで、日本の神様で道案内とか旅人の神様って言ってサルタヒコの神様っていう神様がいらっしゃるんですよ。はい、でもうその昔神様を
案内された神様っていうので、すごい信仰されてる神様なんですけど、せっかくキャンプ用品なんで旅人の神様であるそのサルタピコの神様の名前をちょっと欲しいなと、サルタつけて、その一緒に歩くっていう意味で俳句っていうのを交換体させて、サルタ俳句っていう名前をパッと思いついて、Google で検索したらなかったんですよ。およしみたいな見つけたこれじゃなんてそういう形でサルタ俳句つけさせてもらいました。だからまあ皆様がキャンプに行って、まあ、キャンプ楽しむのはもちろんなんですけど、安全なキャンプを楽しんでいただきたいっていうのと、まあ、いいキャンプ場に巡り合えたりとか、いい人に巡り合えたり、そういう道案内ができるような皆様と自分たちを導いてくれるようなブランドにしたいなという気持ちで付けさせてもらった。めっちゃ素敵な由来じゃないですか。びっくりしましたわ。かっこいいです。で、まあ、この刺繍のワンポイントの回復を、その無事に帰るっていう意味で、その神様の拳銃として、剣族として帰るがいるんです。あ、そうなんですね。なんでマスコットキャラクターも帰るにさせてもらって、もうその合言葉もデザインでキャンプを変えるにしてみたので、まあ、これぴったりやわと思って、すごい無事に変えると、これからのキャンプを変えていきたいという気持ちを込めて、で、キャラクターも変えさせてもらったって感じですね。なるほど、めっちゃ可愛いですよね。自分で描いたんですよ。自分で描いたんですか。自分で描きました。いや、すごい。絵もうまいんですね。めっちゃ可愛く描けました。めちゃくちゃ描きまくりましたけど。ということで、はい、大体このバイトステークっていうペグのこと分かってもらえたと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな考え方と、そんな感じで開発した、そんな感じで会社を出せたって感じ。全部でも重なり合っての、そうですね、タイミングがやっぱり良かったですね。キャンプブームもあったりとか。そうですよね、自分自身がやっぱキャンプやってたので、そのアイデア自体はもともといろいろあって、このアイデアを実現させるこの土台が現状できてたっていうのがすごく大きかったです、自分の経験もそうですし、やっぱり経験って大事ですよね。そうですね、いろんな経験をすべきやなっていうのは、まさか自分がこうやって YouTube に出るとはっていうのも、これもまあ一つの経験。そうですよね。じゃあ今回の動画は、そうですね、この辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。谷山さんでした。また会う日まで。